はい。それでは、二次行列式の性質を逆に満たすようなものは、どれぐらいあるのかということを見ていきたいと思います。すなわち、二次正方行列に対して何かある数を対応させるような関数であって、列ベクトルですね。AC、BD、それぞれについて、どちらについても線形であるという性質を持つ。で、さらに、 1>, <laughs> 1列目と2列目が等しければ0になる。あるいは入れ替えると符号が反対になる。で、前回は言いませんでしたけれども、実はこれ単位行列のときは1になるわけですね。はい。この性質は最後まで使わないとして、1、2、3を満たすような F というものが、他にいくつ、どれぐらいあるだろうかということを考えてみましょう。 まず1からですね、えー、1列目の AC に関して線形であるということから FA はこのように分解することができます。AC は A0 と 0C の和であり A0 はあ A 倍の10ですからこのようになるわけですね。さらに BD の方に関しても線形であるということから 同様に B 倍と D 倍のそれぞれ1001に分かれてこのように第1項が2つに第2項も2つに分かれて4つの項の終わりになります。ここで2番の性質を使うと1010における F あるいは0101というのが並んだですね01が2列並んだ 行列に対する f というのはいずれも0になるということになります。ですから真ん中のこの2つの項だけが残ってさらに入れ替えると符号が反対ということですから01と10を入れ替えると符号が反対になりますのでこれは AD-BC の f かっこ1001ということになります。つまり4番の条件を除くと本質的には a d ス b c なんですがそれの定数倍がすべてこの123の条件を満たすものとして得られることがわかります。そしてえさらに1001において値が1であるという特徴を使って初めて最後は a d ス b c が出てくるわけです。このように行列式の満たす性質各列ベクトルに関して線形であるとかあるいは 列ベクトルがの中に等しいものがあるとゼロになるとか入れ替えると符号が反対になるというような性質から行列式のを満たすような関数というか対応はですね本質的に行列式の定数倍しかないということが分かるわけです。性質1に関しては多重線形性今の場合は二重に線形であるという 1>, 1列目と2列目両方に関して線形であるで2は対価性と言われます同じものがあるとゼロになってしまうそして3番目は交代性入れ替えると符号反対になるという性質ですねこれを交代性などと呼びますで実はこの2番と3番は多重線形性があれば同値になります これについては今回は述べないことにしますがしたがって実は1と2もしくは1と3のどちらか1と2もしくは1と3を満たすということからこのような行列式の形というのがほ決まるということが分かるわけですね。